で、今日はくるくんがやってきてくれました。どうですか、くるくん。マイクロバブルに使ってね、汗を流して、そして衣替えですかね。毛も短く切りましょうね。夏が来るんでね。くるくんは生まれて初めての夏ですかね。まだね、ちっちゃいんでね、もう1歳になったかな。初めての夏をね、快適に迎えましょう。じゃあくるくん、夏は暑いんですけど、夏は何をして遊ぼうかなとか考えてますか？初めてのひまわりを見に。ああ、ひまわりね。そう、夏と言ったら朝顔とひまわりですよね。ああ、なかなかいいですね。ひまわりは綺麗ですよ。いっぱい咲いてるの見るとね。じゃあ夏はひまわりとか見て楽しんでください。では最後に、いつも優しいお母さんに何かコメントをお願いします。マイクロバブルシュワシュワして意外と気持ちがいいよ。ああ、シュワシュワしてね。そうですね。以上、くるんくんでした。さようなら。